はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいところですが、ちょっと間が空いてしまったので何するんだっけな。とりあえず下の地図がピコンピコン光ってるんで、そこが目的地だとは思うんだけども、ウルトラマンゼロ、ニューガンダム、オーズにダブルか。で、アイテムとかは、お金は相変わらず全然ない。483円しかないからな。装備とかって、装備の強化とかできるのかな、ロストヒーローズ1は。まあいいや、とりあえずビギンズキューブ、あの印のついてるところ行きましょう。中継地点1の方がいいのかな。1とかしどっちが早いんだ。うん、こっちから行った方が近そうだな。お、なんか久しぶりだなこの画面。ここか。こいつかい、雲男が捕まえてきたモビルスーツってのは。私の研究はドーパントが専門ですが、モビルスーツというのも興味深いですね。素晴らしいフォルムです。さあメタス、あなたの体よく見せてください。めっちゃ変態だなこれやめて。メタスってのかい、食べたらどんな味がするんだろうね。モビルスーツを食うのか食べる。私はね、普段は怪獣を食って生きているのさ。でもせっかくだからあんたも試食したいね。やめなさいボガール、この体は私が研究観察すると決めたのです。それにあなたには食事を用意してあります。ちょっと贅沢なごちそうをね。ごちそう、そりゃ楽しみだね。ツインテール、ここへ来なさい。は、何のご用でしょうか。おやおや、こいつはうまそうだね。まるまる太ったプリプリのツインテールじゃないか。え、こいつ食われんのさあツインテールよ、ボガールの空腹を満たすのですとんでもねえ命令だな。そんなお許しを。俺が何したって言うんだよ問答無用。いただきます。いや、やめてくれー。ギャー、生で食ったのこいつ。なんてこと。いいですね、その表情。モビルスーツにも恐怖の感情があるようですね。やめるんだ。またあの人たちですか。よくここまでたどり着けましたね。ですが私の邪魔をするとは許せません。消えなさい。シーモンス、シーゴラス、キーゴー存分に暴れなさい。メタス、行きますよ。お前は戦わないのか。結局この怪獣どもに任せるっていう感じか。おーおーおーおお、なんだなんだ。ものすごい風だ。これでは奴らに近づけない。メタスを救出するにはどうすればいいんだ。フートタワーの風車か。お、風が吹いて、おお、シーモンス、シーゴラスによって巻き起こされた激しい風は風車を回し町の機能を回復させた。機能が戻った。ということはあの開かなかった扉も開くはずだ。よし、別のルートを探そう。それにあの時感じたウルトラ戦士の気配確かめないとな。あの時っていつだ、もう全然覚えてない。まあとりあえず開かない扉を開けてく感じでいいのかな。そうするとどこだこりゃ。こっちとかなんかあったかな。どうすんだっけこれ。 OK、開かない扉、こっちの方に開かない扉とか、なんかあそこに影が見えんだけど、こっち扉ないよね。無駄足だったか。ガルバルディベータ攻撃をかわしたって。なかなかレベルも上がりづらいな。こっちの方を見てみるか。調べる。扉ね、扉。開かない扉。どこだよ、開かない扉って。お前らは邪魔だ。お、やべえな、意外に仮面ライダーダブルが減ってきた。お、チップをゲット。クール星人、これ触れると回復するんだっけ。まあ、セーブはまだいいかな。
こっちの方とかになんか何個かあった気がするんだよね。ここからよっこいしょっと行って。対策ごとき。ニューガンダムの攻撃やっぱ弱いな、これ。ガンダムの攻撃力が弱い。あれ、ここで最初のところ？あ、あるじゃん。開かなかった扉。ここだ、ここ。何個かあるな。シャッターを抜けると、そこかしこに戦闘の痕跡があった。ウルトラ戦士が戦った後に違いない。ウルトラ戦士が戦った後ってなんだよ。この先に必ずいるはずだ。オッケーオッケー。マップをそこそこ埋めとこう。お前らモビルスーツなど物の敵ではない。ミニガンダムの攻撃あんまり意味ねえな、これ。よし、これはレベルが上がると回復するんで。お、宝箱キュアスタン。このゲームはね、あんまり宝箱ワクワクしないんですよね。武器が入ってるとかっていうのがあんまないんで。おお、ベムラーって強かったっけ？初めてだっけ？それすらわからん。一回キュアをかけとくか。キュアだっけ？ヒールだっけ？ヒールか。回復魔法の名前すら忘れてんな。お、あそこに。あれ？これ繋がっただけじゃん。こっちか。あれ？これも繋がっただけだな。こっちがまだ行ってない。またこの組み合わせが。うおー、いやー、ニューガンダム弱えな、これ。23とかって。うん、ここから何もない地帯か。何もなさそう。お、なんかいる。貸し出せよ。広場では何？うおー！強い。あれでもウルトラマン戦士の構えっぽいな。ゼロと似た構えをしてる気がするけど。よし、ちょっと。回復 OK。お！お前たちは、ゼロ、メビウス、光、そうか。さっきかすかに感じた気配はゼロだったのか。ゼロ、お前も来ていたのか。まあ来たっていうか異変に巻き込まれたって感じだな。なるほど、それなら同じようなものだな。僕たちも異変に巻き込まれ、気がついたらここにいた。少し周辺を探索してみたんだけど、それ以上はまだ何もわからないんだ。それにしてもこの突然の暴風は一体ただごとではなさそうだ。原因はシーモンスとシーゴラスだ。何？怪獣たちが暴れているのか。この場で立ち話もなんだ。俺たちの拠点に案内するぜ。拠点？詳しい話は後だ。一旦拠点に戻る感じか。なるほど、皆さんはここを拠点としているのですね。それにしてもいろいろなものが寄せ集められているようだな。しかしほとんど機能を失っている。そうか、使えそうなものがあるが。これは？メビウス、これはアーカイブじゃないか。ほんとだ、これはガイズアーカイブドキュメントですね。なんだそれは。怪獣や宇宙人のデータがファイリングされているんです。じゃあシーモンスとシーゴラスのデータも。今検索しています。壊れているファイルが多いな。あれは確か MAT あった。ドキュメント、マット、 MAT どっちだ。レジストコード、シーモンス、シーゴラス。おお、やったぜ。何か弱点などはないのか。MAT の新兵器によって角が折られたことで特殊能力を喪失したとありますね。それだ、弱点は角か。よし、行こうぜ。待て、役割を決めていこう。俺とメビウスが先行して奴らの角に攻撃をかける。暴風が止んだらその隙に君たちが奴らの懐に飛び込んで一気に叩くんだ。なるほど、悪くないな。さすが光だな。早速作戦指令として役立ってる。任せとけ。よし、じゃあ俺たちは先に行っている。行くぞメビウス。俺たちも準備ができ次第出撃するぞ。
シーモンス、シーゴラスを倒せ。ちょっとチップを手に入れたから何にもない。セーブ。ちょっと上にしとこう。よし、じゃあまたゲートポートから行きますか。ビギンズキューブ侵入開始に行っちゃったよ。そんなに離れてね、全然近えな。シーモンス、シーゴラスのとこに行けばいいんでしょ。来たな、準備はいいか。イエス。よし、じゃあ行くぞ。いいな、メビウス。はい、シーモンス、シーゴラス、僕たちが相手だ。キー、う、すごい風だ。メビウス、耐えろ。限界まで近づいて、メビウムシュートだ。了解。うわー、今だ。メビウムシュート、ナイトシュート、ギャーガー。二人の光線はシーモンスとシーゴラスの角を打ち砕き、吹き荒れる暴風は勢いを止めた。勢いを弱めたか。風が止んだぞ。今だ、行け。角折れてなくね。普通に角あるんだけど。とりあえずゼロナックルでぶん殴っていけばいいか。これはどっちがいいんだろうな。ビームサーベルでいくか。風に風は効かないだろう。メタルブランディングにしよう。24ミス。おお、2回行動か。そういえばビームサーベルってそんなんだったな。グエめっちゃ食らう。うわ、これはこれはマジか。ヒール、先に攻撃できるのはただいいな。今日ライビームサーベルがそこそこ強いな。ようやく半分ちょいだろこれ。痛い、やべえ、2発食らったら死ぬ。うわー、マジかよこれ。2人は回復しよう。ライフキット何個だ。自分で回復して、でこいつはニューガンダムだな。2人が回復役で2人が攻撃役になるとだいぶ時間かかるな。ただ1体減らせられれば。うーわー、これね、2回食らうとまずい。あぶねー。でウルトラマンが今やばいから、こいつはもう回復に回す。で、ビームサーベルのターバトキックで、こいつは回復と。もうこの繰り返しかな。うへ、やられた。復活キットで蘇らせるか。ウルトラマンを回復させとこう。ウルトラマンはパワーはすげえな。うおー、やばいな。ちょっと今回は立て直しだな。ヒールレインが欲しいな。そうするとよし、やっと倒した。これでだいぶ楽になるだろう。ゼロナックル、バルカンもちょっと使ってみよう。で、あとはもうこいつはずっと回復だな。うん、70いくつか。だったらビームサーベルの方がいいな。いけいけ。一発外れるとビームサーベル微妙だな。一気に半分になるからな。あれ、食らなかったっけ。メタルブランディング使おうじゃん。おー、マジか。ちょっとディフェンスしよう。これ総攻撃でいけるな多分。 OK、 レベルアップ。シーモン、シーゴラス、一気に2人分のチップを手に入れた。やったな、やりましたね。よくも倒してくれたね。これ連戦がありえるからな。ボガール、貴様が絡んでいたのか。ウルトラマン光、いつも私の邪魔をする。貴様は俺の愛する星を食い尽くし全てを奪った。まだ足りない、まだ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 食べ足りない。お前たちもまとめて食ってやろうかと言いたいところだが、お会いに行く様、ウェザー様の許可なしにヒーローは食えない。そうなんだ。命拾いしたね。
あははボガール、貴様どの道この先の中央地区がお前たちの墓場ね。あははははは逃がさんぞ。あ、光、待ってください。光はどこに行っちゃったよ、結局。一回どうしようかな、戻りたいっていうのもあるけどな。先へ進むか。中央地区、雪が降ってんな。天候が変わったな。だけ。とりあえず左から攻めていこう。おお、なんだこいつ、桃太郎す。よう。おいおい待てよ、俺だよ、俺詐欺かこれ。知ってんだろなあ、オーズよ。だから敵じゃねえってな。またまたとぼけちゃって、本当は知ってんだろって無視すんじゃねえ。先輩、ここは僕に任せて。裏倒す。僕たちはイマジン、とある重要な任務を遂行中なんだけど、ちょっと困ったことがあってね。時の運行に異変が生じてな、俺らはその操作をしとったんや。そしたら突然ネガタロスっていういかにも悪そうなイマジンに襲われてね。そうそう、こいつがまたイカスケネイケスカネ太郎、太郎じゃねえよ、イケスカネ野郎でよ。先輩は黙ってて。うるせえ亀子、俺にも喋らせろ。とにかくよ、そのネガなんたらにパスを奪われちまったんだよ。あ、パスって何だ。雷王のライダーパスに決まってんだろ。それに予備のライダーパスもね。なんかいっぱい出てきたな。あの野郎2枚も持っていきやがった。くう、おかげで雷王になれん。泣けるで。ネガタロスを倒して奪い返したいんだけど、なかなか見つけられなくて、ほんと困っちゃってるんだよね僕たち。もちろん助けてくれるよね、答えは聞かないけど。強引だな。ちょっと待ってくれ、君たちは自分の意思でここに来たのか。いやいや、とんでもねえ。ネガタロスを追ってきたらたまたまここにいたってわけよ。普通イマジンは時間を超えて逃亡するんだけど、今回はどうも様子が変なんだ。別の時間ではなく別の世界に来てしまったようなんだ。でもここ面白い世界だよね、変なやついっぱいいるしさ。そういやさっきお前にそっくりなやつがおったで。俺にそっくり？ガンダム系か。怪獣相手に手が真っ赤に燃えるだの言うとったな。ゴッドガンダムじゃねえか。誰だ？他にもガンダムが？んな話はどうでもいいんだよ。早いとこパスを取り返しに帰るぞ。みんな心配してくれてるかな？バカ野郎、そりゃこっちのセリフだ。あいつらだけで今頃泣きべそ書いてんぞ。大丈夫だって、ゼロの巣にデネブもついてるからね。他にも仲間がいるのか？元の世界にね、別動隊として捜査に当たっているんだ。なるほど。まあそんなわけだからよ、ネガタロスを見つけたら教えてくれよな。はあ、想像しい連中だった。ゴッドガンダムか。ちょっとニューガンダム、ゴッドガンダムに変えたいな。敵は相変わらずの雑魚だな。雑魚だなとか言って結構減ってるぞ。やばい、雲、やばい、雲男強え。雲男って雑魚じゃなかったっけ。雲男早速手に入れた。回復回復てか回復のヒールがあと2回くらいしか使えない。1回捜索を諦めて帰った方がいいかな。いや結構広い。わ、闇だ。クズ闇？ちょうどいい対戦相手だ。行けクズ闇。え、なんだ、誰かが消しかけてきたか。これどうなんだ。とりあえずゼロナックルとか使ってこう。ビームサーベルも使ってこう。サイクロンブロー弱っ。マジ弱え。いや、いきなりチップも手に入れたし。ふーん、クズ闇ね。まあ牽制ぐらいには使えそうだね。ふん、一体一体は弱いが数で勝負ってわけだ。カザリ、ウバ、グリードまでこの世界に来ているのか。いや、オーズ、こんなところで会うなんて奇遇だね。あ、アンクは一緒じゃないんだ。アンク？やっぱりアンクもこっちに来ているのか。いるんじゃない？あいつしつこいからさ。それにしてもキューブには面白い欲望が渦巻いているね。キューブ？知らないのかい？この世界のことさ。
キューブはいくつも存在し、それぞれに名前がついている。ちなみにここはビギンズキューブ。僕たちのいた世界によく似ている。ここの連中の欲望は解放しがいがあるってもんだ。ふっ、早速利用させてもらってるよ。せいぜい気をつけることだな。じゃあね。行っちゃった。待て、すでにヤミーが。どうしよう、ちょっと一回帰ろう。リターンします。でゲートポート。あー、ちょっと待って、ちょっと待って。そう、待ったチップを手に入れたから、チップをちょっと換金してこう。換金というか、なんか手に入れろ。なんもなしかい。じゃあまた行くか。あ、中継地点がねえんだ、そういえば。しくじったな。中継地点を見つけてから引き返すべきだったか。まあでもすぐ行けるといえばすぐ行けるから。敵を出るな。オッケー。じゃあちょっと今度はこっち側から攻めよう。お、これはね、あれか、逆側からショートカットになるっていう形か。これ結局回っただけじゃん。うおー、クモ男かー。先手、よし、いいねー。見て、感染ってなんだよー。毒か。いやー、ニューガンダムをなー、ちょっとやっぱりゴッドガンダムに変えたい。早く出てきてくれ、ゴッド。こっちはどうだ。結局これあれか、一周するケースか。メトロン星人、クール星人。おお、こいつらは弱い。お、メトロン星人を手に入れた。ヒールレインもな、欲しいな、やっぱり。こっちに行ってみよう。おお、いっぱい出てきた。マスカレードドーパント。いて、いて、これね、敵の攻撃力がね、強いんだよ。やばい、やばい、やばいぞ。これで大丈夫か？よし、かわした。よし、このまま強引に攻めろ。やった、危ねえ。レベルアップ、マスカレードドーパント。こいつとこいつと。ニューガンダムヒットポイントも低いな。攻撃力も弱いし、ヒットポイントも弱いし。何なんだ、なんでこんな冷遇されてるんだ。あの広場でなんかありそうだな。まあとりあえず全開してるから突っ込むか。前方に氷の像のようなものがある。氷像か。おお、ライダーが。これは何者かが凍結されているようだ。よく見るとそれは仮面ライダー1号と仮面ライダー2号だった。完全に凍っている。メタルブランディングで助けてみるか。いや、ダメだ。下手に手を出せば体が粉々になってしまう。助けようとしても無駄だ。1号と2号には、僕、低温瞬間凍結を施してある。専用の装置でなければ二人は砕け散る。なんだお前は。はっはっは。俺様の名はネガタロス。お前がネガタロスか。おっと、有名になったもんだ。まあそれも当然か。俺様は誰も作ったことのねえ究極の悪の組織をぶち上げたからな。紹介しよう、我が配下たちを。ピンクラビットイマジン。おお、なんか気持ち悪いやつだな。可愛いと見せかけて気持ち悪いみたいな。シャムネコヤミー。みゃー。そしてトドキラー。ブルルル。名付けて勝利する悪の組織ネガタロス軍団仮。なんだこいつのノリは。と、まあお前たち、ん、俺たちはお前らヒーローを狩るための組織だ。価値のねえやつはその場で抹殺、価値のあるやつはとっ捕まえて冷凍保存だ。実験台にするためにな。お前ら見たところ価値がありそうだ。悪いことは言わねえ。おとなしく冷凍保存されろ。そんなこと。お、見つけたぞ。闇、アンクが出てきた。あ、アンク。みゃー。アンク？ああ、グリードの出来損ないか。ち、その闇をどうした？お前、飾りを知ってるのか？飾り？ああ、あのグリードたちか？もちろん知ってる。
面白い奴らだったぜ。シャムネコヤミーはその飾りの置き土産だ。欲望から生まれる怪人だってな。気に入ったぜ。にゃあ、1号も2号もこいつの餌食になったんだ。さてお前らはどうかな。よし、ネガタロス軍団やるぞ。え、全員でかかってくんの？相手が多いな。オーズ、このコアメダルを使え。わかった。新たなコアメダルを入手し、オーズの新しいスキルが使用可能になりました。体勢を立て直したい。うお、4体かよ。どうする、ネガタロスどれから倒すかな。なんか気持ち悪いやつ、悪いやつか、倒そう。おお、敵全体に火属性、これいいな。これを使ってけってことか。でメタルブランディング、え、回避率が上がった。やっべ、マジか。ぐえ、マジ強え。当たった。うわー、次食らったら死ぬ。しかもネガティブだし。よーし、一ターンでとりあえず行ってやられた。シャンネコ狙うか。で復活させないといけないから、こいつ、ん、ちょっと待って、復活キットでライダーよみがえらして、ニューガンダムだな。ニューガンダムのヒットポイントがな、低すぎる。やべやべやべ。よーし、とりあえずなかなかいいタイミングだったな。シャンメクヤミあと1ターンで倒せんじゃねえか。こいつがね、うざいな、よく考えると。ライフキット、これはこれを使おう。でヒールでウルトラマンだな。シャンメクヤミ早い。ただ猫だけあって、回し蹴り、いやー全員か、厳しい。回復じゃなくて倒したか。よしよし、ライフキット、ライオディアス弱っ。普通に攻撃しよう。うおー、ちょっと今回はライフキットで、回復のターンにしよう。ライフキットがなくなってきたな。こいつはこれを使った方がいいんじゃないか。強烈な攻撃で、自分を回復と。ネガタロスが早いか。てかライフキットあと何個ある？くらい66。うおー、やられた。遅かったか、復活キット。ネガタロス、こいつがな、そこそこうざいな。このトドキラー痛え。マジ死ぬ。ライフキット、こっちも攻撃しよう。誰に回復させようかな。マジでやばい、死ぬ。死んだか。くらい、倒した。よし、1体になればまああとはそこそこ楽だな。っていうか、なんであいつ仮面ライダーを回復したんだ。復活キット、早いなこいつは。ダブルより早いか。よし、オーズ復活。まあ、100はでも食らわないかな。仮面ライダー、いてー、かわされた。マジかよ。おーっと、よし。いやー、ボス戦なかなかきついな。ネガタロス、ライダーパスを入手しました。これか、あのイマジンたちが探していたライダーパスっていうのは。クソ、だがこれで終わったわけじゃねえ。さらばだ。ふうふう、あの闇まだ生きてるのか。とどめを刺せ。待て、あ、アンク、あ、行っちゃった。みんな行っちゃうなこれ。
アンコはシャンメコヤミを追ってどこかへ行ってしまった。それにしても冷凍保存とは、やはり黒幕はウェザードーパントだろうか。その頃ウェザードーパントたちは、よくやりましたねネガタロス、仮面ライダー1号2号の捕獲は賞賛に値します。イカデビル様もさぞお喜びになるだろうね。では早速アジトキューブに送り届けましょう。ライドマシンの準備はできているのですか。はっ、間もなく。急ぎなさい、イカデビル様を待たせてはなりません。ところで俺様の部下の話なんだが。分かっています。もっと強力な手駒を用意しましょう。これからのも我々のために存分に働けるようにね。ありがてえ、恩に切るぜ。これで残るはあと1体、何としてでも捕獲しなければ。ん？今回上から言われてるのは3体だろ。1号、2号、それにメタス、3体揃ったんじゃねえか。メタスってメタスは私の研究対象として利用します。個人的な楽しみでね。マジこいつなんか危ねえな。さあお前たち、紛れ込んだヒーローどもは他にもいるはずです。捕獲の方は頼みましたよ。ちょっとピンチなんで帰ろう。お、ゼータガンダムがレベルアップした。ちょっとゼータガンダム入れてこっかな。じゃあパーティー編成、まあニューガンダムもゼータガンダムも変わらないけど、ゼータ、ウルトラマンゼロ、ダブル、オーズ、うん、今これがいいな。じゃあでチップを報告して、何にもない本当に何もないな。あとライフキットがな、何個あるかだな。全然ね、全部使い果たしたか。復活キットばっかりだし。素材か、まだ装備は鍛えられないから、じゃあとりあえずこれで終わりにするか。というところで、まあ仮面ライダー1号2号が氷漬けになっているところですね。まあ次回はその続きからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。